はい、皆さんこんにちは、やっちゃいけないと分かっていても、分かってるのかな、やってしまうのがホタルです。というよりも他のワンちゃんもみんなそうかもしれませんが、ワンちゃん、ワンちゃん、これ靴はダメだって言うんですけどね。まあこれベランダの気をそらして、もうベランダに置いてあるやつだから汚くてもうやめてほしいんですよね、この家の中に入れるのは。でこれ一生懸命取り上げようとしてます。さっき一瞬テレビのワンちゃんで気をそらしたんですけど、はい、もうダメ、入ってくるのダメ。あれ、あ、話しましたね、話しましたね。開けろって言ってる。はい、入ってきました、無理やり。こじ開けて入って、靴はちょっとやめてほしい。あ、でこれは多分どなたかのフレンチブルドッグの YouTube を流したところですね。でまたほら外に取りに行こうとしましたけど、僕はもう網戸にしたんでいけません。ちょっとスイッチ入ってますね、ホタル。この時走り回って、多分、あ、そうだそうだ、おもちゃをいっぱい出して遊べ遊べって言ってきた時です。でこれ、ね、引っ張れって言って僕のところに持ってくるんですよ、これ。遊べって言ってくる。ガボガボガボ、絶対離さない、絶対離さない、ホタル。でこれ面白いですよ、首かしげてるの分かります？カエルの鳴き声に、カエルの鳴き声にね、首をかしげてます。ほら聞いたことないのかな、カエルの声。そう言われてみると、こういうね、田舎に行くと、僕なんか実家が岡山の田舎で、周り田んぼだらけだったんで、よく夜になるとこうカエルがね鳴いてて、懐かしいなと思って見てたんですけど、ホタルにしてみると初めてのカエルの鳴き声。カエルはね、会ったことあるんですけど、出会ったことは。確かにこう一斉にカエルが鳴いている鳴き声は初めてかもしれない。不思議そうに首かしげてたんで、後ろから隠し撮り。撮ってたの？撮られてましたよ。撮ってたの？っていう感じで。撮られてましたよ、後ろから。首かしげて。ホタル。お、ヨガマットの上で。ダウンドッグ。カエルの声聞いたことなかった？やっぱ不思議な、初体験の音は不思議な感じなんでしょうね、首かしげるってことは。今までで聞いたことないぞっていう、ちょっと理解不能に陥ると首をかしげそうなホタルですけど。今日は気温が高くて、車の中の車内の温度を見てみると25度の表示がありました。あ、これね、金色の僕がまた新たに買った、今見えましたかね、フレーブルの置物たちです。あったかくてですね、でさらに今日は黄砂が飛んでるという予報もあって、花粉と黄砂のダブルパンチでまた鼻がズルズルいってます。ホタル、純くんに喋ってます、何か。で上の金色のフレブルにもちょっと目をやりながら、で実はこの金色の、これもメルカリで買ったんですけど、黒と白のまた同じサイズのやつを追加で買っちゃいました。4つで1000円だったかな、すごい安かったんで。で、あの同じペアの黒白の2セットなので、1セットは今度フレブルを迎える友達のところにあげようかなと思って、喋ってる。ちょうど
これが僕たちがケアンズ行くちょっと前の動画で、でこの後にホタルを預かってくれた友達たちがモフレブルにはまったという流れですね。で一生懸命ホタルの光をこの YouTube を見てくれてるらしいので、僕も気合い入れて喋ってるだけなんですけど、動画を続けて載せて、大して労力はかかってないんですけども、まあこれも続けることに意味があると信じながら、はいはいはい、喋ってる喋ってる。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。